今回広島に来るにあたって何か原爆についてやっぱり作っていかなければいけないというふうに思いました。その時に大竹喜久子さん の、まあ、お母さんがお母さんに聞かれたお母さんから聞かれた話を書いてある本をまあ、見てそれを作品にしようと思いました。これは作りながら私自身も泣きましたけれども、これまで思ってた14万人という人の死というよりも本当に一人一人のその一人が、あるいはその家族がどうしたかというところがとってもなんかリアルに迫ってきて、これを作品にしていきたい、しておきたいと、まあ、思って作りました。広島の方がどう思われるかということは私には分かりませんけれども、まあ、作らずにいられなかったというところは、まあ、感じていただければなと思います。